タイラー・パトリック・ケリーは、アメリカ合衆国テキサス州ガラス出身の、プロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のシアトル・マリナーズ参加に所属。愛称は TK。2009年、MLB ドラフト13巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、6月16日に契約。契約後、A-Q ・アバディーン・アイアンバーズで、プロデビュー。61試合に出場して打率。 265.1本類が18打点3盗塁の成績を残した。2010年は A 級デルマーバ・ショアバーズでプレーし129試合に出場して打率。259.4本類が58打点5盗塁の成績を残した。2011年は A 級デルマーバでプレーし120試合に出場して打率。 274.4本類が46打点11盗塁の成績を残した。2012年は A 級フレデリック・キーズで開幕を迎え28試合に出場後5月13日にトリプル A 級のオーフォークタイズへ昇格。11試合に出場して打率278.1本類が2打点の成績だったが5月27日に A 級フレデリックへ降格。降格後は48試合で打率。386と結果を残し、7月16日に A 級ボーイベイソックスへ昇格。A 級ボーイでは46試合に出場して打率。308.1本類が27打点、1盗塁の成績を残した。オフにオリオールズ参加所属選手によるオールスターチームにユーティリティープレイヤーとして、 選出された。2013年は開幕から AA 級ボーイでプレイし72試合に出場して打率283.1本塁が47打点4盗塁の成績を残した。2013年6月30日にエリック・テイムズとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。移籍後はトリプル A 級タコがレーニアーズで54試合に出場して打率。 323本類打、17打点3盗塁の成績を残した。オフにマリナーズ参加所属選手によるオールスターチームに2類種として選出された。2014年はトリプル A 級タコまでプレーし134試合に出場して打率263.15本類打、80打点11盗塁の成績を残した。 この年もマリナーズ参加所属選手によるオールスターチームに2年連続で二類種として選出された。2014年11月20日にサムガビグリオとのトレードでセントルイスカージナルスへ移籍した。同日にカージナルスとメジャー契約を結び40人枠入りした。2015年4月3日に参加の AAA 級メンフィスレッドバーズへ移動し、そのまま開幕を迎えた。 その後はメジャーへ昇格することができず、7月21日に DF となった。トリプル A 級メンフィスでは79試合に出場して、打率203.2本塁打、21打点、3盗塁の成績を残した。2015年7月22日にウェーバー工事を経て、トロントブルージェイズへ移籍した。移籍後は、3カのトリプル A 級、 バッファロー・バイソンズでプレーしていたが、8月29日に DF となり、31日にブルージェイズとマイナー契約で再契約した。トリプル A 級バッファローでは38試合に出場して打率。264.1本類が12打点の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2015年11月13日に ニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだ。2016年は、トリプル A 級ラスベガス・フィフティワンズで開幕を迎え、35試合の出場で打率。391.2本塁が15打点に盗塁と活躍し、5月23日にルーカス・ドゥーダが故障者リスト入りしたため、メッツとメジャー契約を結んだ。5月24日のワシントン・ナショナルズ戦で8番。 三塁手として先発起用されメジャーデビュー。この日は4打数無安打3三振に終わった。5月30日のシカゴホワイトソックス戦で、ホセキン棚からメジャー初安打となる中堅への安打を記録。6月8日のピッツバーグパイレーツ戦では、ジェームソン対4から右翼スタンドへのメジャー初本塁打を放ったが、6月10日にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。 6月16日に不安ダガーレスが故障者リスト入りしたため再びメジャーへ昇格。主に代打として4試合に出場したが4打数無安打と結果を残せず6月22日に再びトリプル A 級ラスベガスへ降格した。最終的には39試合に出場し打率241.1本類が7打点を記録したほか9三振に対して11支球を選ぶ 選球眼の良さも発揮し、出塁率、352と高かった。守備面では、内外野の複数ポジションを守り分けたが、主に左翼手と三塁手を守った。左翼手では、8試合で無失策、DRS プラス3ウザープラス1.9、三塁手では10試合で無失策、DRS プラス1ウザープラス1.0と、いずれもポジションでも安定した、守備力を発揮した。 また、8月26日に第4回ワールドベースボール、クラシック予選のイスラエル代表に選出された。この予選4組において、決勝戦でイギリスに勝利し、本大会初出場を決めた。2017年1月18日に第4回 WBC 本戦のイスラエル代表に選出された。2月9日に、ジェリー・ブレビンスの再契約に伴って、ディフェとなった。 2月13日にマイナー契約でトリプル A 級ラスベガスに降格した。3月に選出されていた WBC に参加。4月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、4月8日に DF となった。2017年4月10日にウェーバー工事を経てブルージェイズへ移籍した。トリプル A 級バッファローで2試合出場後、4月18日に メジャー昇格したものの出番はなく、21日にディフェとなった。2017年4月22日に金銭トレードでフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。4月25日にアクティブロースター入りしたが、当日の試合は雨で延期となった。この年の2球団合計では70試合に出場して、打率、191.2本塁が14打点の成績を残した。 レギュラーシーズン終了後の10月4日に40人枠から外れる形で参加のトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ配属され翌5日に FA となった2018年1月26日にメッツとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったシーズンでは開幕からトリプル A 級ラスベガスでプレイし6月11日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月24日に DF となり、26日に AAA 級ラスベガスへ配属された。10月2日に FA となった。2019年2月5日にロサンゼルスエンゼルスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕後は AAA 級ソルトレークビーズでプレーし、 80試合出場、打率、246、1本、22打点の成績を残していたが、8月26日に、現役引退することを発表した。2021年1月29日に、独立リーグアメリカンアソシエーションのカンザスシティモナークスと契約したが、A シーズン開幕前の4月8日に、アトランティックリーグのロングアイランドダックスへ後日、 発表選手との交換で移籍した。AL シーズン開幕前の5月22日に、シアトルマリナーズとマイナー契約を結び、トリプル a 級タコマレーニアーズに配属された。ありがとうございます。